及川か小四郎。及川小四郎。及川小四郎。1883年。明治16年2月8日から1958年。昭和33年5月9日は、日本の海軍軍人。新潟県越軍出身。海兵31期。海軍大学校13期。最終階級は、海軍大将。第2次、この絵内閣。第3次、この絵内閣で。 海軍大臣、第18代軍令部総長。1883年、明治16年2月8日、新潟県越志郡で、医師、大川良吾の子として生まれる、本籍は岩手。はじめは、越郎と言ったが、後に生誕地から、越志郎と改名した。中学は、父の出身地である陸中国にある、旧西岩手県立森岡中学校に進学した。 及川は、野村古道や近代一京介、田子和富ら同窓生に勧められるままに、上司、短歌を盛んに寄稿していた。1900年、明治33年12月、海軍兵学校31期に入学。同期生に、加藤隆義、長谷川清。及川が海兵を志願したのは、日露戦必死の情勢に加え、中学の先輩である、与内光正。 安見三郎がすでに海兵に進んでいた影響もあったという。1903年、明治36年12月14日、海軍兵学校31期を卒業。1904年、明治37年9月10日、海軍少位進級。防護巡洋艦、千代田乗組で、日露戦争に参加。1913年、大正2年12月1日。 海軍大学高校主学生拝命。1938年、昭和13年4月25日、日中戦争の勃発に伴い、第三艦隊が改めて編成され、及川は同日、死な方面艦隊司令長官兼第三、艦隊司令長官に就任。1939年、昭和14年11月15日、海軍大将進級。 明治以来、西欧から輸入され形成されてきた海軍の統制教育に疑問を感じ、上官の命令に従うだけで本当に戦争ができるのだろうか。一人、数との兵隊がその場その場で考えて自分で判断できなければ戦いに負けてしまうと考え、海軍兵学校の教育の改革を考えたのが32代校長の長野治海軍中将だと言われている。 しかしその長野が校長に就任する直前に教頭を務めていて、職員の意識の変革を企画し、改革の準備を進めていたのが、及川小四郎であった。及川は、その後、長野の改革を支え続け、第35代同校校長、さらに1942年、昭和17年10月18日には、海軍大学校校長に就任。校長在任中、及川は、 和平派で、京都学派の高山岩尾に、日本は今、英米と戦争している。この主因の一つは、軍人の教育が、戦闘技術に変したことである。政治と軍事の正しい関係とは何か、これを達成するにはどうすればよいか。文部の新しい統合の道を樹立しなければ日本は、救われない。そのために力を貸してほしいと依頼している。 日独遺三国同盟の問題の中、海軍大臣、吉田前後が病に倒れて辞任し、1940年、昭和15年9月5日、及川が第二次、この絵内閣の海軍大臣に就任した。及川は、日独遺三国同盟に賛成したため調印される、ことになった。調印の十日前、米国から帰国する際に、 ドイツの戦況を見て帰るように指示されていたや、牧明少将が欧州周りで帰国し、陸軍が吹聴しているように、数ヶ月のうちに、ドイツ軍が A 本土上陸作戦を開始するように、欧州戦線が推移してないことを報告した。この時、追い川海将から、そうすると、何か、これを保護にするようなチャンスはどうかねと尋ねられ、野僕は、今対戦は、これまでと違って、 自動参戦が先立ってないので、この先々、ヒトラーと手を切ることがあるだろうと進言すると、そうかね、と、及川は答えて、決心を固めたという。他の海軍首脳には伝わっておらず、及川と、や、牧のみの間で話し合われた希望的観測による、見込みで実行されたもので、海軍部内でも、周囲を驚かせた。及川は、首相、近衛文丸が提唱した。 日米首脳会談に期待を寄せ楽観ししていたが、アメリカ側が拒絶したため、実現には至らなかった。さらに、9月に、中米大使、野村義三郎から、日米交渉の主題は、同盟問題から中国撤兵問題に移ったとの通達が来た。これは、アメリカ側が、これまでの同盟問題、安全保障問題から、中国陸をめぐる利害争いに、 交渉の主軸を移したことを意味しており、国交調停のために陸軍の協力が不可欠な状況に立たされた。海軍首脳部の会議では、及川が陸軍と喧嘩するつもりでやってもよいか尋ねた。再、長野総長が統率の関係から水を差す場面も見られたが、参加者の意見は一致していた。1941年、昭和16年7月18日、第3次。 この絵内閣の海軍大臣に留任。10月7日、陸軍大臣、東条秀樹に戦争の勝利の自信はどうかと聞かれたとき、それはないと答えた。それを聞いた東条は、仮にも海軍に自信がないのならば、国策を考え直さなければならないと述べたが、及川は、あくまで主的な場所での発言としてくれと付け加え、午後の連絡会議では議題に上がることはなかった。 10月12日のこの絵指定での敵外相会談では、アメリカの要求を飲んで、中国から撤兵するか、それとも、日米海戦かという基本方針が話し合われたが、その際、及川わは和戦どちらかと、この絵文丸首相に尋ねられた際、総理一人と述べて、下駄をこの絵に預けた。戦後、海軍反省会で、井上成美大将から及川がこの時に、 海軍は戦えぬとなぜ言わなかったと詰め寄ると、及川は全責任我にあると答えた。理由は、満州事変での東郷平八郎の海軍省への、怒鳴り込みとこの絵逃げたを吐かされるなという部内の声が、頭を支配したせいだという。及川の海軍大臣の任期中に、日独食三国同盟、普通に進中。 日ソ中立条約締結や帝国国策遂行要領の決定など、後の日本の進路を決めることになる重要な国策が数多く決定された。及川解消のやり方は大事なことは周囲に一切漏らさず、政府内の話し合いで規制の事実がほぼ決まってから周囲を呼び出し、無理やり因果を含めてしまうというもので、ことを唱えても後の祭り状態だったという。 1941年、昭和16年10月18日、内閣総辞職に伴い軍事参議官に転ずる。12月8日、太平洋戦争が開戦した。1943年、昭和18年11月15日、初代海上護衛司令長官に補えされる。海上護衛総司令部は、一定海域に安全航路を設定し、防備を集中して、 戦力不足を補う、航路対構想を進めた。同構想は、及川の指示で、海軍大臣の島田重太郎や軍令部総長の長野治美とも話し合った結果まとめられた。作戦参謀の大八つによれば、潜水艦組織体を作り安全海域とする。ここで自由航行し積極的に、稼業率を発揮する。これらの島や陸地を連ねる、機雷不接船を作る。 深いところは付近に陸上見張り症を設ける。電探、水中超音装置で監視史上自紹介する構想だったという。12月中頃から東、シナ海方面で実施された。また、官邸不足を補うため大規模な機雷石を作ることを提案し、対ソ連に2万柔投しておかなければならない。実効化あまり期待できない。性能状態久力がないという軍令部の反対。 押し切って、1944年、昭和19年1月から1945年、昭和20年2月にかけて嫌い席に力を入れたが、十分に揃えることはできなかった。1944年、昭和19年8月2日、軍令部総長拝命。10月5日、第一航空艦隊長官に内定した、大西滝次郎中将が、 出発前に特攻を開始する許可を求めた際、及川は決して命令はしないように、戦死者の処遇に関しては考慮します。指示はしないが、現地の自発的実施には反対しないと承認した。大西は中央からは何も指示をしないようにと希望した。11月23日、神々なり部隊を視察。終戦後の1945年、昭和20年9月5日。 伊賀により、予備役編入。その後、公職追放となり、1952年、昭和27年追放解除、1958年、昭和33年5月9日に死去、去年75。お及川は熱心な読書家であり、漢石については、日常的に白文で読みこなすほど、学者化おまけであった。王長明が、方面艦隊機関いずに、 表敬訪問に来たとき、王先生のアザ聖は昔、このおみの女が東海に歴史して、鳥と化したという古伝の鳥の名前だそうでございますね。そもそも蝶、名と聖、栄と言葉の意味の通じるところがあるのではありまんかと次回を、はじめ、閣下は、どこで、そのようなことを学ばれましたか。中華民国の学者でも、知っているものはそうおりませんよ。 王を感心させたこともある。蔵書も数多く保有しており、自宅の土蔵の一つは完全に書庫となっていた。海軍兵学校の校長の時、感謝の書棚は、兵学校の図書館よりも充実していたと言われている。古書の老舗丸善には大井川担当者が置かれるほどの上得意であった。半藤和氏は、文人気室は多くの人に愛され尊敬されていたと評している。 井上成美大将は、関石はもともと、結論のみ記載されており、そこに至る過程が省かれている。つまり、論理的でない。関石を得意とする及川の思想もこれに似たものである。論理的に考える頭脳がないから、結果として、自分の置かれた状況にふらふらと従うばかりであると、十回している。また、井上は、追川大将は温厚特の君子だけれども、 明晰な判断力がない。どうも、品学というのはそういうものらしい。ロジックがないんですとも評しているほか、高木総吉に対し、追川さんは立派な人だが、イニシアティブを取らぬ人であったと語っている。戦後4上は、阿川博之、二位の竹を、海軍の後輩、教え子たちに、日米海戦に対する責任者として、追川、島田茂太郎、長野治さの三人を挙げ、 三島大将、国賊と言い切って国評してる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。